皆さんこんにちは。こんにちは。さあ今回はですね、松江市から少し離れた出雲市にやってまいりました。そうですね、実はここは地元なんですよ。おお、監督の地元、はい、出雲弁で雲州ふらた、あ、ふらたってですね、この学園寺、うん、今日はですね私の地元なんで、ちょっと私が紹介してもいいですか。よろしくお願いします、はい、この学園寺はなんと1400年以上前に開山してるんですよ、はい、出雲不動記よりもさらに古いお寺、お寺と言いましたけれども、はい、なんとお寺と神社が未だに一緒に祀られていて、はい、仏様も神様もとても大切にしているお寺ということです。弁慶の修行寺で有名で、あの弁慶の、はい、で、不老の滝っていう滝がありまして、その滝の裏側にですね祠がありまして、はい、そこでちゃんと瞑想して弁慶が修行したという滝もあります。すごい、まあ、島根半島の中でも有数の多分物語の宝庫じゃないでしょうかね。わかりました。じゃあ今日は監督頼みましたよ、はい、じゃあ今日は私も中心に紹介していきます。はい、小泉八雲の妻せつによって語られた怪談、のんのんばあが水木しげるに語って聞かせた妖怪話、やがてそれは二人の作品として世界に発信されました。島根半島の自然が持つ魅力と怪しさに怪談と妖怪の世界を重ねながらぶらり旅します。中本さん、はい、学園寺の参道に、はい、まあ、ある、うん、私たちの年代では知らない人がいない有名な方のお墓があるんですよ。有名な方、そう、誰ですか。行ってみますか。はい、はい、行きましょう。二人は学園寺川に架かる橋を渡り参道を下っていきます。参道の脇道を入ると墓石が立っています。監督、はい、こちらのお墓ですかね、はい、どなたのお墓なんですか。実は、はい、八百八七と、うん、実はこれは八百八七が恋に落ちた、はい、岸座の墓なんですよ。ああ、そうなんですね、はい、それは今から300年以上前の江戸時代のこと。八百屋の娘お七は我が家が火事に遭いお寺に避難した。16歳のお七は寺小姓の吉座と出会い激しい恋心を抱いた。やがて一家は建て替えた家に戻るが、お七は吉座のことが忘れられない。もう一度家が焼ければ会えるかもしれない。お七は我が家に火を放った。当時放火は死罪。お七は火あぶりの刑に処せられた。その後出家した吉座はお七の遺骨を抱き諸国を行脚した。そしてたどり着いた学園寺で行き倒れになったと伝わっている。監督、はい、この八百屋お七のお墓なんですけど、確か東京の円城寺にもありましたよね、はい、有名ですよね、はい、この八百屋お七の物語、まあ、そのゆかりのお墓というのは全国各地にあるんですけど、はい、島根県だとやっぱりこの島根半島の一番東側にある松江市の御本石町ですね、はい、六国寺というお寺にですね、やはり吉座のお墓が祀られています、うん、お七と吉座が出会ったお寺というのが、はい、天台宗だったということで、この学園寺はもう天台宗の本当に最初の頃のお寺なので、うん、ここまで来て行き倒れたというお話はとても僕は信憑性があると思うんですよね。
この学園寺ならではの、うん、また古刹ならではのこと物語だと思いますね。そうですね、うん、2人は川のせせらぎを聞きながら山道をさらに下っていきます。川の流れによって削られた岩は歴史の深さを物語っています。監督、はい、この辺りは何かあるんですか？はい、昔学園寺は、うん、まあ、修行寺ですので、はい、女人禁制だったようなんですけれども、まあ、ある時ですね、まあ、女性の方が頭を丸めて、はい、まあ、入山されたということがあって、はい、実は、まあ、妊娠してしまわれて、はい、まあ、それを、まあ、苦にしてというか、あの辺りで身を投げたというお話が、はい、残ってるんですよ。言い伝えとしてはあの岩肌に草履の跡が残っていて、はい、というふうに言われてるんですが、ちょっと見る感じだとちょっと僕らわからないんですが、うん、そういうちょっと言い伝えもあるそうです。あ、まあ、そこに先ほど僕たち見ましたよね、はいはい、あのお地蔵さんが祀られてるんですが、これはどうもその時身を投げた女性を、まあ、供養するために建てられたというふうに言われてるそうです。そういったお話が伝わっているんですね。はい、そうなんですね。学園寺を後にした2人は日本海に面する川下港に来ました。この港は出雲市の海の玄関として重要な役割を担っています。さあ監督、ちょっと風が強いですが、はい、日本海まで出てきましたね。そうですね、これはです、うん、ここはですね、もう本当うちの地元なんですけど、はい、ウップルイ湾って言います。ここ、ウップルイ湾の中にある、まあ、川下港、はい、ここはですね、まあ、古代から多くの人たちが多分渡ってきた人なんかここから上がったんじゃないかと思われる、はい、出雲の国の、まあ、玄関口の一つだと思っていただいていいと思いますが、分かりました。実はですね、はい、この学園寺の麓のこの漁村には原さんっていう家も多いんですけど、はい、原家にはですね、正月には餅をつかないっていう風習があるんですよ。なんでですか？それはですね、はい、ある年の暮れのこと、川下の原家では正月の餅をつくためかまどに火をつけた。かまどの中から何かの悲鳴が。猫がかまどの中にいたのだ。猫は焼け死んでしまった。その後正月の餅をつこうともち米を蒸しても蒸し上がらなくなってしまった。という、まあ、話があったんですけども、はい、まあ、私もですね、幼稚園に上がる前ぐらいなんですけど、祖母が僕に聞かせてくれたことがあって、はい、あの旅人、まあ、行者だったかながお餅をって言われたんだけど、あげなかった家があって、その方の、まあ、多分怨念というか、うん、そういうのかもしれませんけれども、はい、まあ、正月に餅をつくとそれからその餅が蛇に変わってしまうので餅をつかなくなったっていうのが残っているんですよね。それちょっと怖いですね、まあ、ヘビって。それは祖母から聞いた話です。私は怖かったですよ、ね、あ、でもあの監督、鏡餅ってあの、はい、蛇がとぐろを巻いた形、うん、ね、蛇がとぐろを巻いたというそういう説もありますもん ね、 そうですね。だから正月から蛇が出るっていうことはもしかしたら縁起がいいっていうふうに、まあ、そういう解釈もできないことは、ね、いやでもちょっと怖いですね。ないんですけど、うん、まあ、ですので原家では正月になるともち米を粉にして、まあ、まあ、あの団子にしてですね、まあ、餅の代わりにしてたみたいなんですけど、はい、それも昭和30年代ぐらいまで続いたということですけど、今はですね、ええ、もう多分お餅はついとられる、 あ、まあ、あるいはスーパーで買ってきとられるでは中本さん、はい、まだ行きたいとこあるんで。まだですか？はい、行きましょう行きましょう、はい、はいまだありますか？いや、あるんですよ。楽しみですね。後ろ危ない。お、蛇だ。うわ、いや、びっくりした
なんだびっくりした、作り物ですよ。なんだびっくりした、もう。いや巧妙な、びっくりしたな、本当に。まあでもやっぱ餅ついて出てきたら怖いですね。怖いです。二人が次に訪れたのは、川下港から東に進んだ出雲市万田町。なだらかな山の中腹に鎮座する神社です。監督、はい、先ほど参拝した時に拝殿の額にですね、山に見るとあったんですが、はい、何神社というんですか。山に見ると書いて、はい、峰神社と言います。実はこの神社が、はい、出雲不動記にも出てくるんですね。じゃあそのこの歴史ある古い神社に、はい、もうどういったお話があるんですか。実はですね、ここにあります、この天然石がこうあります、はい、祀られている神様にまつわる話なんですよ。今から100年以上前の明治43年のこと、峰神社では本殿を造営することになり、山を削る工事が始まった。その時だった。うわあ、これは作業していた男が大声を上げた。白骨死体が。村は大騒ぎとなった。検視が行われたが、あまりに古いことで何もわからなかった。村の古老がこんな話をした。この万田の峠から小津の港に行く途中、吉田ヶ丹という場所がある。昔そこで人が切られ、万田のこの山に埋めたと聞いている。吉田ヶ丹っていうのはすぐそこなんです、はい、丹っていうのは多分谷じゃないかと思うんですね、はい、中学校の時にですね、あの坂道をね、家がなかったんですよ、ずっと。だから怖かったです。いや、そしてなんかちょっと何か出たというような話も中学生同士でしてたんですけどね。あ、実際に怖い話もいくつかあるんですね。吉田ヶ丹に残る話はいろいろあるんですけども、定かではありませんが、その白骨が見つかったのがこちらなんですね。ここなんですよ。石棺を蓋を開いたら中にはあの白骨があったわけですけど、はい、片腕がなかったそうです、今では氏子みんなでですね、氏子さんみんなで、まあ、あの年に1回8月にお祭りをして、はい、大切に、まあ、お祭りしているということなんですよね。ああ、そうなんですね、はい。島根半島西部に位置する山深き古刹学園寺、神仏の聖域として1400年以上の歴史を刻んでいます。学園寺とその周辺を巡った2人はいくつもの不思議な話と出会いました。怪談と妖怪のふるさと島根半島、その怪しい世界を探る旅は続きます。